今日はね、はい、あの社長のカバンの中身、うわー、チェックしたいと思います。マジ無理っす、はい、ユニフォームからスーツに着替えて早数日ですけど、いやいや、マジで慣れないスーツも慣れないし、革靴も慣れないし、毎日足痛いっすスパイクの方がいいわ。うん、変わったかも、はい、うん、え、マジっすか、やばいな。それでは、お願いします。えいっす。いや、ほんとね、はい、最初の、カバン見せてください。カバンはちょっと恥ずかしいんだけどさ、2つあったよ。それは選手の時から使ってたんですか。これ選手の時から使ってたまあちょっとスーツにはカジュアルすぎるんだけどちょっとまだ買ってないから、これが結構リアルでしょはい、早速じゃあ、そうですね、はい、え、何から言ったらいいんだろう。いや、普通にじゃあでっかいやつからいこうわ、うん、パソコンね、うん、Mac のパソコン。パソコンはもともと使ってたから慣れてはいるけど、そんなこう、なんていうの、がっつりあの Excel とか Word でなんか作るとかっていうのは全然できない。次、領収書ケース2番目に出していいのか分かんないけど領収書ケース、事前にちゃんと分けておくことが大事ですか。そう、分けてるからごちゃごちゃになっちゃうから、ね、いや、そうなんだよ。ほんとね、そういう振り分け苦手だからさ、こういうのがあったらいいよね。選手の時も車の中にこれ入れてさ、でこう、うん、あの分けてた、最初から、うん、使った後に。あ、しっかりしますね。次いくよ、はい、次、これ、本あのね、アイナック、アイナック神戸、レオネッサの社長、あの安本さんと仲良しで、実はもともとヴィッセルにもいたんで、あのいろいろこう関係性があって、まあ、この本をプレゼントしてくださって、で、まあまだ途中なんですけど、まあ移動の時に読もうかなっていう感じで持ち歩いてます。はい、まあ、僕の社長就任自体が結構前例がないことに近いと思うし、なんかそ、あの、なんていうのかな、このチャレンジしてることも、安本さんがチャレンジしてることも結構前例のないこと多いんで、皆さんもぜひはい、次ないわ、財布。こだわりポイントは全然ないんだけど、だから長財布ってあんま最近もう持ち歩かないと思うんだけど、結構領収書とかなんかいろいろ使ったら入れる用のあれが欲しいなと思って、だからちょっと長財布をもう会社用にしようと思って持ってきました。まあ、小銭とか基本カードばっかりなんで、あのお札とか小銭あんまり持たないから、それでもう本当すんごい、これも無印なんだ、無印良品多いんですよ。っていうよりかなんか小物入れみたいな。そう、小物入れみたいな感じ、カード入れみたいな、そんな感じかな。あとはちょっとこれも恥ずかしいんだけど、バナナ結構あの選手の時からバナナ結構なんだ、捕食として食べてたから、なんかその癖が抜けてないから、なんか買っちゃう。別にこう社長になったからとかじゃないんだけど、引退してからあの朝食べて、で仕事とかその自分のこうやることをやってたら、もう気づいたら夕方とか夜になっちゃってるから、途中でもうお昼ご飯にバナナみたいな、捕食でバナナみたいな感じ。生活めちゃくちゃ変わった。引退してからどうですか。いやー、もう食べるもの、食べる時間まで決めてたけど、やっぱなんかそこが二の次三の次になるから、いや、こうなるよね体重も痩せたし、3、4キロぐらい痩せたかな。あ、量も減ったけど筋肉量がめちゃくちゃやっぱ落ちた、うん、それで3キロから4キロぐらい体重したかな。まあこれはね、これはね、じゃあ YouTube、うん、かな、基本音楽とかはそんな聞かないけど YouTube を見ますね。なんだろう、結構もうジャンルはその経営者向けの、まああの、まあ、情報発信してる人のチャンネルがほとんどですね、うん、が多いかな。でもこれからなんかそういうチームビジネスとかスポーツビジネスをやってる人のチャンネルも
見たいなと思ってちょっといろいろチェックしたりはしてます。あとはまあ普通にディープクリーン、あとはペン、こっちのバッグは以上です。でももともとパソコンとか名刺とかは持ち歩いてたから、うん、その辺は変わんないかも、うん、バナナとかも持ち歩いてたし、うん、ね、今日その何社長室を開けていただくってことで、まあ、自分の普段こう飲んでるものとかこうなんだ味だコーヒーとか、うん、紅茶とかそれをもう近くに置いときたいなと思って、やばい、これも無印コーヒーこれは、まあ、いただいたコーヒーですね。そう、こんな感じ。ルイボスティーとかね、結構好きなんですよね。なんかね、こんなね、10トルとか入れてきちゃったけど、これはビタミン、うん、なんか至福の時じゃないですかほっとこう休める時だから、その時間は大事にしたいなということでコップを持ってきたこれね、サポーターの方にもらったんですよね確か。そう、リラックスタイム大事でしょ。ジュース飲まないな、確かに。コーヒーもちょっとしか飲まない。コーヒー好きなんだけど、なんか一杯も飲まなくていい、二口か三口ぐらいでいい。お茶系が多いかな、紅茶とか。そんな感じですね。これがリアルです。さあ多いよ。いや今日たまたまよ。もうあれよ、社長室に入れる系だからね。もうこの辺とかももう普段持ち歩かないから、ね。もう多い多い。もうできるならもう超身軽で、もうバッグもできるだけ小さくしたい派だから。ああそうそうそう。体めちゃめちゃ減ってる、やばい、うん、まあでもそりゃそうだよ、ね、動かすなんだ習慣を取り入れればいいんだろうけど、まだそこに至ってもその余裕がないわまだなんか全く右も左も分からない業界に来たわけじゃないから、やっぱそれこそ記者会見とかでも言ったけど、自分のこの経験とか見てきたことを生かして、まあ、今は会社スタッフのためにだったり、選手が気持ちよくこういい環境でサッカーができるように、まあ、本当にそこを中心に考えてこう経営していきたいなと思ってるんで、まあ、まだまだ手探りで慣れないところたくさんあると思うんですけど、まあ、ちょっとこう温かく見守っていただけるとはい、助かります。来季、そうですね、まあ、まあ僕にとっても初めての挑戦になるので、まあ、まだどうなるかわからないですけど、まあ、必ず結果につなげて皆さんがより楽しめるレノハ山口で、選手たちも、たくさん勝てるようなチームの雰囲気っていうのを、まあ、会社からこう思いを存分に出して最終的に皆さんでこう最終節笑って終われるようにやっていきたいと思うので、ぜひ来年、来季もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあねー。いやマジで今回多かったな